今朝は2年ぶりに山開きした富士山の山頂から綺麗なリポートが届きました。こちら4時55分にいただいたリポートです。富士山頂からご来光を撮影。太陽の光を浴びて周りの山の影がスポットライトみたいで綺麗です。頂上の気温は 6.6 度でかなり寒さを感じますといただきました。ちょうどこの日の出の時間帯に撮っていただいた動画ということで本当に素晴らしい景色が広がっていますね。さあでは富士山の現在の気温を見ていきましょう。5時50分現在の富士山の気温は 7.6 度となっております。今日は地上付近では東日本25度を一部超えているところもあるんですけれども、やはり山頂は一桁ということで寒くなっているようですね。ただ今日は夏の高気圧に東日本覆われます。富士山でも昼間は10度を超える予想となっております。その他のところでは35度を超え猛暑となるところも出てきそうですので、熱中症対策をしっかりと行うようにしてください。富士山から届いた素敵なリポートをご紹介をしていきました。